ご紹介ありがとうございます。皆様おはようございます。NBDC 研究員の三橋です。本日は、他が民に統合バーがあるという、題目で発表させていただきます。統合バーというシステムは、日本人を中心に、いわゆるヒトゲノムの多様性、バリアントとか変異といったデータを統合したデータベースであります。それを今年の6月7日に、公開しまして、できたばかりのシステムでございます。最初の発表者ということですので、昨年の統合の日の、おさらいから始めたいと思います。で、今年のテーマが、つないで使うということですけれども、実は、昨年の、これはですね、昨年の高木センター長の、プレゼンの資料なんですけれども、昨年も、作るから使うということで、使うということに関しては、一貫して、取り組んでいるわけでございますが、この取り組みの中で、3つの柱を挙げているわけですけれども、今回は、応用につながる領域に焦点を当てて、基礎研究データの統合を行うと、こういう観点で、統合バーの開発を取り組んだというふうに考えております。で、内容の説明ですけど、まず、統合バーはどういう経緯でできたかという経緯のご説明と、その後ですね、どういう現場で、開発してきたかというようなことを簡単にご紹介させていただければと思います。2013年の10月、ちょうど、10月ですので、丸5年になるんですけども、倫理的に配慮が必要な、人データに関する、データを、共有、収集、公開していかないといけないということで、NBDC 人データベースというサービスを始めました。これは、2段階のアクセスレベルありまして、いわゆる、個人由来のゲノムのようなものは、きちっとした管理をするということで、これを、制限公開という扱いで、アクセスレベルを設定しております。で、またですね、NBDC だけではなく、遺伝学研究所 DDB レセンターが運営する、JGA というデータベースと、共同しまして、共同運営で、運用しております。で、役割分担なんですけども、データの提供とか利用に関する、審査の部分を NBDC が担当しておりまして、DDB レセンターの方はデータの厳密な管理であるとかアクセッション番号を発行するといったことを、やっております。こういう分担になっております。それで、5年経ったんですけど、こういうデータ数になっておりまして、申請中のものを含めれば、約30万サンプルはすでに、個人由来の人データが登録されているという現状でございます。で、この人データベースなんですけど、データ提供者が、自分が研究で出たデータを、登録するということで、登録して、その研究データというのは、研究データごとに、それぞれ、別々に、登録されておりまして、データ利用者の方は、この、データが欲しいとなれば、申請を出して、使うわけですけれども、当然、これらのデータというのは、基本的に個人別の情報、いわゆる個人情報に当たりますので、気軽に流通させられるというようなところでは少しハードルが高いということで、利用審査もあるという問題があるわけですけれども、これのですね、利用促進を図るために、どういったことをしたかといいますと、こういったプラットフォーム、研究プロジェクト別に分かれているものをプラットフォーム別に全部、集約、アグリゲートしまして、例えば NGS データであれば、もう一度リファレンスゲノムに当て直して、バリアントをポールするという再解析を行って、上で、それを集計して、頻度データとして、我々の方で作りました。で、スニップチップに対しても同じように、研究プロジェクトからのデータを、アグリゲートして、データセットを作りました。こうやって作ったデータセットというのは、もう個人別の情報ではありませんので、非制限公開、利用審査なしで公開できるということで、これを、統合バーから、今回公開させていただきました。これによってですね、データは、申請なしでですね、概要、どんなデータが入っているかという概要を把握した上で、興味があれば、人データベース、生データの方に利用申請をしていただくということができるようになりました。この仕組みがですね、統合バーを作ることになった、一つの一番目の理由になります。で、次の理由はですね、これもいろいろ研究者の先生からお聞きしてたんですが、どの分野でも一緒なんですけども、やはりバリアントを解釈するのに、いろんなデータベース、頻度データであるとか、文献のデータとか当たらないといけないと思うんですが、こうやっていろんなデータベースを渡り歩いてダウンロードしてきて整理っていうことなんですけども、これに非常に手間がかかるということで、これをワンストップで、行うということを、
行って、まあ、研究者からこういった作業を開放するということを、まあ、実現するというのが2番目の、課題でしたので、これを実現しました。でさらにですね、変異の記述というのは、まあ、リファレンスゲノムのバージョンが違ったりすると、まあ、記述にいわゆる揺らぎがありますので、まあ、そういうことをなくすためにもですね、網羅的に ID をつけて、まあ、参照しやすくいたしました。でこれが統合バーに入っているデータベースの内訳になりますけど、この一番上が2枚目のスライドにありました NBDC ヒストデータを再解析したデータで、 NGS ホールエクソーム由来のものが現在125人、 SNP チップ由来のものが18万人入っております。で他のですね、比較対象の日本人データとしては、まあ、健常者コホートの東北のメディカルメガバンクのデータと長浜コホートのデータがそのまま公開されている頻度がそのまま入っております。で海外のデータに関してはブロード米国ブロード研究所のエグザックの頻度データ6万人というのが入っております。でまた疾患関連性のデータに関してもクリンバーのデータを取り込んでおりますし、文献情報に関してもパブデータの情報を取り込んで、まあ、疾患や文献の情報ともリンクさせてワンストップサービスを実現しております。でこれがまあ統合バーの画面になりますが、まあキーワードとしてはですね、まあ、SNP の RS 番号であるとか、ゲノム上のポジション、あと遺伝子名とか、疾患名を入れていただければ、でサーチボタンを押すと、まあ、該当する、変異の一覧が出てまいります。でさらにですね、データセットで絞り込むとか、ヒントの値で絞り込むとか、クリニカルシグニフィカンスの値で絞り込むというようなことができるようになっています。で、頻度の情報というのはここに、まあグラフ上に表現されているんですけども、マウスオーバーしますとそれぞれの集団での頻度というのが、まあ数字でも出てくるようになってますので、まあこうやって分かりやすくワンストップで比較できるような仕組みになっております。で公開前後にいただいた評価として、まあ我々の思惑通りですね、エグザックやトモの頻度データがワンストップで閲覧できるというのは非常に便利だというふうに評価をいただいています。で ID に関してもやはり揺らぎがあるときに ID があるのは便利だという評価もいただいています。で、まあこれはヒトDBのデータを再解析したデータ、まあ再解析をジョイントコールと呼んでますが、こうやって作った日本人の頻度データというのも有用であるという評価を受けておりますし、まあこれは希少疾患の研究において、まあもう使われているというふうに伺っています。で逆に要望の方、これも一部でして全部は書ききれないんですけども、やはり参照データベースをもっと追加してほしいというリクエストが一番多いです。で文献情報もやはり非常に参考になるので充実してほしいと。でシステムの改良に関してもですね、やはり日本人を中心にということですので、まあ、日本人特有の配列とかそういう日本人で差のあるものを出してほしいとか、あと API なんかの整備をしてほしいというようなことをリクエストを受けております。で次に統合バー開発の現場ですけども、まあ、どういった情報技術を使ったかというのがこの表に書いてありまして、これがまあ統合バーのシステム図になるんですけれども、基本的にやはり DBCLS でこれまで作られてきた基盤技術をですね、最大限まあ活用したシステムになっております。ということで、まあ例えばエグザクとかクリンバーというのはすでに RDF 化されたものをそのまま使っておりますし、あとですね、まあ単にデータだけではなくてですね、システムに組み込むための確か、可視化するためのコンポーネントであるとか、まあ、スパークルとウェブの世界、REST API をつなぐような、モジュールというものも、基盤技術のものを、最大限活用しております。まあ、これによって、まあ、統合バー固有の作業に、まあ、集中することができました。で開発メンバーにおいてもですね、やはり RDF 技術を持っている DBCS のメンバーと、まあ、人類遺伝が専門である、まあ、NBDC の研究員が、まあ、両方がコラボレートすることによって、まあ、こちらからユーザーのニーズなんかを吸い上げて、まあ、こちらのメンバーで、まあ、ものを作るという非常に理想的なコラボができたんではないかというふうに思っています。で、開発だけではなくてですね、その周りからもいろいろ支援をしていただいています。まあ、広報 NBDC の広報に関してはプレスリリースであるとか、まあ、今日のような、プレゼンをする機会を大変多数設けてもらってます、もらっております。でプラスですね、学会出展等でユーザーを見つけてはユーザー獲得したり、意見を集めていただいたりということを、協力していただいてます。であと A メドのバイオバンク課の方にもですね、実は公開前に林下のプロジェクトの PI の先生にこのシステムを見ていただく機会がありまして、非常に、まあ、統合バーみたいなシステムが必要だという評価をいただいております。で最後に、まあ、まとめになりますけれども、もう一度統合バーのおさらいの、まあ、最初のシートに戻りますけれども、まあ、今回応用につながる領域に、まあ、焦点を当てて、まあ、基礎研究データの統合を行うということで、まあ、領域としては、まあ、医科学に当たると思いますけれども、この部分に焦点を当てて、まあ、統合バーの開発と公開を行いました。
で、まあ、最後のスライドですけども、まあちょっと題名にたがためにというのを書いてしまったので、まあ、ちょっとこれに関してまとめたいとは思うんですけど、まあ、一番分かりやすいのはやはりエンドユーザーが利用しやすいサービスをまあこれからも提供していくというのが、まあ、第一義的にあるたがためです。まあ、ここに書いてあることは、前半で紹介しました、まあ、人 DB のデータにまあたどり着きやすくするというような機能であったり、ワンストップ検索で情報をバリアントに関する情報を、まあ手軽に集めやすくするということが、まあこれに入るかと思いますけども、まあどんどんリクエストも出てきておりますので、どんどんさらに使いやすいものにしていきたいというふうに思っております。で、まあ、それだけではなくてですね、今回 DBCS の基盤技術というのをかなり活用したんですけども、でそれの有用性を示すということもかなりできたのではないかと思っております。ですが、まあ、それと同時にですね、やはり実際に使ってみて、やはり基盤技術のここを変えればいいんじゃないかというような改善点というのも出てきたと、頭の中では出てきておりますね。こういうのをちゃんとフィードバックして、まあ、最終的にはエンドユーザー の、の利便性につなげていきたいと考えています。で3番目にはですね、やはり日本人ゲノムの共有というのは非常に重要でして、まあ、海外では数万人、10万人規模のゲノムをですね、集めていくという、まあ、国レベルの広報とプロジェクトなんかも走っておりますので、まあ、日本もそれに追いつくために、まあ、受け皿が必要なわけですけども、まあ、統合バーがそういったデータの受け皿に、まあ、なるべくですね、まあ、今後も開発を続けていきたいというふうに考えております。どうもご清聴ありがとうございました。